皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。ルナです。今日もルナの日輪刀生活やっていきます。はいはい。で、今日はなんかパパのどんぐりと松ぼっくりの出る確率が低いあまりに運が悪い疑惑がかかっているので、ちょっとルナと勝負してそこの疑惑を晴らしたいと思います。あー、負けないぞ。じゃあちょっとパパ着替えるから。オッケー。じゃあパパこのゴミ箱を漁って服出すで。違うし、ありがたい虫かごだよ。ありがたい虫かごだよね、服入ってるなんて気持ち悪いわじゃあ感冒動きやすく T シャツと赤ズボンとマスクで。あ、そう、なんかマスク。あ、靴履いてないな。裸足でいいんじゃない。あ、赤サンダル。靴これでいいやちょっとルナももうちょっと。オッケー、準備オッケー。着替えさせて、ルナももうちょっと。あ、じゃあこのゴミ箱で。違う。これで着替える。はい。カゴ数いてきたな。ブドウだけど、うん、よし、じゃあまずはどうしようか。ぼっくり、ぼっくり線で、この木で、これ、うん、ちょっと待て待て、八確認だよ。オッケー、この木は安全です。ルールは何分、これ何分で来たっけ、タイマーって。1、3、5、10、15、30。ルールはタイマーで1分測るんで、1分の間に出るかどうか、もしくは何個出るかで勝負しましょう。はい、はい。1分本当にあったっけな。ぽい。時間を測るで、あ、1分ないな、3分だな。3分待つぼっくりで。3分待つぼっくり勝負。映像は早送りしますんでよろしく。じゃあ測るよ。うん。3分勝負スタート。あ、違った。これでスタート。これ乗ってていい？うん。3分待ったな。だいたい1分でここまで来るな。3回ぐらい勝負だ。出ない。3個目が出たな。あ、横だどうだパパ、じゃあお強さは。まだまだパパやってないからさ。でもパパ前出てたよ。これさ、どうやって気をつくんや。うん、おっ、これで5個。もう出ない、もう出ない松ぼっくり寄せでやっとこうかな。うん、もういらっしゃる方がいいかもしれない。ありがとう、アドバイス。あアドバイスありがとうね。アドバイスありがとう。あ、もう出た。7個出た。あ、7個か6個。多くね。多分1分に2つぐらいの勢いでいったから。そうだね、マジか。マジだ、さすが強敵ルダ。強敵だね。王者なんじゃない、ルダ。うん、待って、この魚釣りたい。ほら、大きくない。でかい。
何じゃこれ。パイク。オッケー。じゃあ行きますよ。3。じゃあ3分測ってください。位置につかなくて大丈夫？位置につきました。オッケー、じゃあ3分で、はい、行きます。まずだよ、スタート。さっきいいよ。やっぱパパは運がいい。これは運がいい、これは運がいい、ちょっといい。もう2個出ろ。おやばい、ダメでした。あれ、そうだ、私さっきいるのここまで行くんですか、分からなかった。あ、4つ目。でもパパの方が時間かかってる。出ない。あ、5つ目やばい。あ、違う。タイムラス出ねえし、落ちろー、何でもいい、落ちろー、枝も出ねえ。いや、何でもいいとは言ったけど、まっすぐ、まっすぐやろう。この枝も倒れてる、この木。え、何でもいいって言ったからね。うーん、あと40秒。これは時間を見ながら。これの判定はリサイクルボックスに入ったまっすぐの判定ですから。いや、もう記憶で持ってるでしょ。あれ勝てるか、勝てるか。8、7、6、5、4、3、2、1、0、勝ったー。6個、パパ6個、勝ったー。勝ったよー。はい、いかがだったでしょうか、ルナの日輪島生活、松ぼっくり競争をやってみました。で、パパが6個、ルナが7個、惜しい、1個負けた。まあでも3分で6個か7個取れるぐらいだってことは分かったね。はいはい、よろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次どんぐりでやってみたいね。ではまた見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。なんで受け取った、手振りたかったのに。受け取っちゃダメだったのか。で、次どんぐり、どんぐり。